いるんじゃねえか。おう組長さんよ、またしのぎ広げることになったからよ、金使わせてもらうぜ。おいこら聞いてんのか、こっちがせっかく動いてやるって言ってんだぞ。てめえいい加減にしとけよ、返事もできねえのか。はあのな、おめえはどこまで下手なんだよ。ったくまだ連れのキリヌが根性あったぜ。まあ奴がやっちまったことはまずいっちゃまずいとしても、キリヌはヘタレだって。誰が桐生よりも根性がないんだって。メイドの土産に教えてやる。堂島組長をやったのはこの俺だ。覚えとけ。同じじゃねえか。そうだそうだよ、とっくに道は決まっていたんだ。堂島を殺し桐生を見捨てたあの時から。やってやるよ、俺は必ずてっぺんに立ってやる。そのためなら何人だろうがぶっ殺してやる。そうだ桐生、お前の携帯。ああすまない。シンジから伝言が入ってる、聞いてみろ。シンジです。さっき錦山組の門から聞いたんですけど、兄貴の情報、錦のおじきに筒抜けみたいで、そばに怪しい奴がいるはずです。お気をつけて。伊達さん、花屋のところに行ってくれねえか。おお、お前無事だったか。どうした。一つ頼みがある。どういうことなんだ桐生。もっと早く気がつくべきだった。歌堀のところに行った時、錦は俺宛てに電話をかけてきた。あいつには俺の動きが見えていたんだ。ああ、それに水死体が水木じゃないなら、ペンダントの秘密は誰から。弓は失踪中、遥と錦山が接触したこともない。なら出るぞ桐生。セレナの映像だ。4日前の映像を頼む。お前まさか。そこだ、再生してくれ。ちょっと出てくれ。いってらっしゃい。
今キリちゃん出てったわ。なんか堀氏の、そう、歌堀。わかった。それじゃ。あのレイナが。嫌だよこんなの。キリュウ、お前がここに来る前、ハルカを探してほしいって女が来た。この話覚えてるか。ああ、この女だ。伊達さん、行こう。セレナへ。